きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、野垂れ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。ユナ！ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。敵だ！門が破られる！一所懸命だ！町に入った猛虎は一人として生かしておくな！敵を取りかけよう！一人を通すな！猛虎を通すな！猛虎を
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。火をつけねばな。まず一つ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。
現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす遺跡に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストンプソク。コスト、バイタキュンバイ。コスト、スタンメカムカラシ。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。
大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も